地面に出せ。何事じゃ。ここ室様、ここ室様、これをこれをご覧くださりませ。先ほど大石殿が腰折れと申されて託されました一巻を仇討ちの連番状にござります。連番状、石倉之助、吉田駐在、原宗右衛門、片岡健小右衛門、小野寺十内、大石力、堀部安兵衛、御御室様、定めて先ほどは女患者の目を悟り、大石殿は心にもなきことを、そうとも知らず、そうとも知らず、浅はかに口を極めて、つらかったであろう、悲しかったであろう、蔵之助、許してたの、許してたの。石殿の使いの者が、使いの者が参ったと。はい。お、寺坂吉右衛門と申すか。はい。御御室様には昨夜来、根もやらず待ちかねておられました。して、して首尾は。はい。大石蔵之助様はじめ、旧和光の家中の方々四十七人。亡き殿のお恨みを晴らし参らせんがため、昨夜虎の上国本所松坂町の吉良幸助之助様のお屋敷に打ち込み、見事見事本懐を遂げてござりまする。何、本懐を、本懐を遂げたとな。虎の上国と申しますれば、幼稚というよりむしろ浅掛け、前日の茶会の後で吉良家の者たちはぐっすりと寝込んでおる頃合いでござりました。夜通しの頼もし公との触れ込みで、蕎麦屋楠屋久兵衛方に集結いたしましたるお仲間四十七名、折からの雪をついて
決死の覚悟で吉良屋敷に打ち込んだのでござります。追っ手のかかった様子はなかったのか。周囲の屋敷の気配は。はい、お隣の土屋力様のお屋敷がことのほか騒がしく、提灯を用意して人数を出している様子でございましたので、蔵之介様は大高源吾様、富の森助右衛門様のお二人をお使わしになられました。土屋様が、土屋様が。土屋様ばかりではござりません。あれほどの騒ぎ、当に周りのお屋敷にも聞こえておりましょうに、いずこもひそと静まり返ったまま、追っ手の気遣いはまず亡き者と知れ、いつしか雪も降り止んで東の空は明るくなってまいりました。ところが吉良様の姿はいまだに見つかり、あいつの笛が、あいつの笛が鳴り渡りましたか。はい、ついについにお味方は大勝利、大勝利にござりました。嬉しい、嬉しい。殿、お聞きになられましたか。しかと、しかとお聞きになられましたか。蔵之介はじめ家中の方々が二年近くもの苦労の末に、殿の遺恨の刃、その切先三寸を届かざりし、ついに